4月25日は世界ペンギンの日。毎年この時期になると、南極にあるアメリカの観測基地にアデリーペンギンが姿を見せ、それを研究者たちが祝ったことが始まりと言われています。今年は皆様に少しでもペンギンについて興味を持っていただきたいという思いを込めて、葛西臨海水族園のペンギン飼育施設、ペンギンの生態エリアの1日の様子をご紹介します。9時。開園前のペンギンの生態エリアの様子です。どこかゆったりとした雰囲気が流れています。葛西臨海水族園では現在4種のペンギンを飼育・展示しています。フンボルトペンギン。くちばしの根元がピンク色で、胸に1本の黒い線があるのが特徴です。こちらはフンボルトペンギンの幼鳥です。全体的に模様が薄くて、くちばしの根元もまだピンク色ではありません。王様ペンギン。体長約95センチ。18種いるペンギンの中では2番目に大きいペンギンです。首元や頭の一部に黄色い羽が生えているのが特徴です。南岩飛びペンギン。目の上に生えている黄色くて長い冠羽が特徴的なペンギンです。名前の通り岩の上をぴょんぴょんと飛ぶように移動します。冠羽が短いのはまだ若い個体です。フェアリーペンギン。体長約40センチ。18種いるペンギンの中で一番体が小さいペンギンです。10時、展示場の掃除が始まりました。ここには約230羽のペンギンがいるので、糞もたくさん出ます。毎日掃除をして、きれいにしています。糞でわかる健康状態もあるので、同じ個体がよくいる場所や、巣の近くの糞は大事な観察ポイントになります。10時半、午前の餌の時間です。フンボルトペンギンがそわそわした様子で餌を待っています。皆さん、こんにちは。こんにちは。本日は葛西臨海水族園にお越しいただきまして誠にありがとうございます。餌の時間では、飼育係がペンギンの基本情報やその時の観察ポイント、餌の食べ方などについて解説します。ペンギンたちは待ちきれない様子。この日の餌はアジとキビナゴです。ペンギンは野生では魚の他にもイカやクラゲなど様々な餌を捕らえて食べています。ペンギンは鳥の仲間なのでくちばしがありますが、歯はありません。捕まえた魚は丸飲みにします。魚を追いかけて猛スピードで泳ぐペンギンたち。泳いでいる姿が一番観察しやすいのがこの餌の時間になります。ではこれからフェアリーペンギンたちに餌をあげていきます。フェアリーペンギンの餌は体の大きさに合わせてキビナゴとワカサギを与えています。しかしこの2つは冷凍でしか手に入れることができないため、栄養面を考えて粉末状のサプリメントをかけています。プールに入れてしまうとサプリメントが流れてしまうため、フェアリーペンギンはプールではなく陸地で餌を与えています。
南岩飛びペンギン、王様ペンギンはガイドが終わった後、裏側で餌を食べています。この2種は南極周辺の比較的涼しい地域に生息しているため、気温が高い時期は繁殖と避暑のためにバックヤードの冷房室へ移動します。そういう時にペンギンに負担がなくスムーズに移動できるように、普段から冷房室への通り道であるこの場所で餌を与えています。ペンギンの生態エリアには高齢のペンギンもいます。健康に長生きできるように個体に合った薬やサプリメントを与え、体型を見ながら餌も十分にあげています。12時半になると解説スタッフによるペンギンのスポットガイドが始まります。ペンギンたちを一緒に観察していくガイドですので、お時間よろしければご覧ください。餌を食べ終わったペンギンたちはすっかりのんびりモード。陸地で休んだり、プールで羽のお手入れ、羽繕いをしたりと、おのおの過ごしています。こちらはフンボルトペンギンの親子です。手前の幼鳥が鳴き声を上げて親に餌をねだっています。14時。ペンギンの生態エリアを記録用紙を持って歩いている飼育係がいたら、それは巣穴や巣箱の中を確認しているところです。外からは見えない巣穴の中では、巣を作る材料を運んで、産卵やヒナを育てるための準備をしていたり、卵を温めていたり、ヒナを育てていたりと、様々なドラマが繰り広げられています。15時、午後の餌の時間です。皆さん、こんにちは。本日は葛西臨海水族園にお越しくださいまして誠にありがとうございます。午後は解説スタッフと飼育係がガイドをしながら餌を与えます。それではプールに餌が入ります。しかしペンギンたちはそんなことより早くと言わんばかりの勢いです。水中を素早く泳ぐための特徴もたくさん。ここからは解説スタッフのお姉さんにバトンタッチします。さて、キビナゴめがけて一斉にペンギンたち泳ぎ始めました。このペンギンたちが泳いでいる時の体の姿勢にちょっとご注目ください。ペンギンたちが泳いでいる時の体の姿勢、頭は前にまっすぐ、そしてですね、足は後ろにピンと伸ばしているの分かりますでしょうか。この体の姿勢は水を前から後ろに受け流しやすい姿勢で、水中を素早く泳ぐのにぴったりなんです。なのでペンギンたち、プールの中を素早い泳ぎでキビナゴめがけて泳いでいますね。
さて、この泳ぎでもう一つ注目していただきたいのがペンギンたちの翼です。このペンギンたちの翼、見た目ではちょっと分かりませんが、実はですね、とても硬くて丈夫な翼をしているんです。なのでペンギンたち、水中で翼を動かしても、折れ曲がったりしない、丈夫な翼をしているんですね。かなり水がかきやすくなっているんです。観察すると新たな発見や驚きがたくさんあるのがペンギンです。くちばしで魚の向きを器用に変えて頭の方から食べていますね。で、こういったところもちょっとね、よく見てみると面白い発見がありますよね。17時、日が暮れてきました。閉園後のペンギンの生態エリアの様子です。ペンギンたちはこのまま展示場で夜を過ごします。世界ペンギンの日は、絶滅の恐れのあるペンギンたちの状況や、それを取り巻く環境問題について考えてみようという日でもあります。日本の動物園、水族館ではおなじみのペンギンですが、実は多くの種で生息数の減少が心配されており、当園で飼育しているフンボルトペンギンや南イワトビペンギンも野生では数を減らしています。私たちがペンギンのためにできることは何か。世界ペンギンの日をきっかけに、少しでもペンギンに思いを馳せていただけたなら嬉しいです。